はい、皆さんこんにちは、トリーです。今日はですね、ちょっとお話中心の、動画になります。ご承知の通り、バリ島の渡航条件の緩和ということで、ゴールデンウィークにそこそこのね、数の日本人の観光客が来られるようなんですね。しかし、その渡航者の中で今話題になっているのは、日本に帰る時のための PCR 検査。はい、これどうしようかってことなんです。日本に入国する際は、出発する国、この場合バリ島ですね、ここを出発する72時間前以内に PCR 検査をして、その陰性証明書を持っていかなくてはいけないんです。でも、どこで PCR 検査をしたらいいのかわからない、もう適当なところでやっちゃって、この陰性証明書使えませんよなんてことになったら、日本に帰ることができなくなってしまう。こういうね、不安が結構ね、これからバリに行こうっていう方にあるそうなんです。ということで、今回はバリ島の中でもおすすめの PCR 検査機関、こちらをご紹介したいと思います。実はね、バリ島内にはね、結構いろんなところにね、 PCR 検査とか抗原検査できるところあるんですよ。特に空港のそばのバイパスなんか知ってますとね、いろんなところにドライブスルー PCR っていうのがね、かなり出てるんです。本当にもう簡単に入ってすぐ PCR 検査とか抗原検査ができるんですね。ところが、そういうところでね、 PCR 検査を受けると、日本政府が承認している陰性証明書、これが出ないことがあるんです。そうなるとね、今度日本に入国するとき、この証明書は使えませんよってことになっちゃうんで、困りますんでね。そこで、在電波サール日本総領事館から、おすすめっていうかね、実績のある検査所のこのリストが実は出てるんです。今回はそのリストの中からもね、実際私が電話をしたり、実際そこを行って確認してきて、ここ確かに大丈夫ですよってところを紹介したいと思います。今回紹介する各病院の住所とか連絡先、それはね、この画面下の概要欄にまとめて書いておきますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは早速紹介の方していきます。まず一つ目がバリマンダラ病院。これはね、サヌールのバイパス沿いにあるすごい大きな病院です。まだできてね、3年か4年ぐらいしか経ってないはずです。で、こちらはね、インドネシア政府の指定病院にもなっております。こちらでの PCR 検査の費用は27万5千ルピア。日本円にしてね、2200、300円ぐらいです。この費用には陰性証明書の発行代も含まれています。検査は朝8時から夜の23時まで行っております。ここで、陰性証明書はだいたい検査してから6時間から8時間後に出ますよということですので、朝10時までにね、検査すれば、その日の夕方にはね、陰性証明書がもらえるということです。で、こちらの方ですね、もし行かれる場合、事前予約をしてくださいということです。で、その予約するときに、一応日本に帰国するために使う陰性証明書が欲しいんですよということと、帰る飛行機の時間は何時ですよということを教えてくださいということでした。ただね、こちらね、日本人の方がいらっしゃらないので、インドネシア語か英語での対応となります。次がね、BIMC ヌサドワ。この BIMC って病院はね、バリ島内に3カ所かな ?4 カ所かな、ある結構ね、チェーン店の病院なんですけど、その中で、ヌサドワのホテルエリア、ここにある病院です。ここにはね、日本人のコーディネーターさんがいますので、日本語でいろいろ対応してもらいます。で、検査費用は27万5千ルピア。検査は朝8時から夕方の6時まで。それで朝の10時までに検査してもらえれば、夕方の6時以降に陰性証明書を出すことができるということです。検査が10時以降だと、翌日の朝、陰性証明書をお渡しするということになります。はい、予約が必要で、日本語対応の電話もありますのでね、ちょっと言葉が不安だなって方は、こちら利用されるといいんじゃないかなと思います。で、こちらもね、予約時に日本に帰国するために使えますよってことと、飛行機の時間何時ですよってこと、これちゃんとお伝えください。次が BIMC クタ。これね、先ほど証明した BIMC ヌサドワと同じグループの病院です。内容もね、ほぼほぼ一緒なんですね。で、こちらね、クタのね、シンパンシュールっていうね、大きなロータリー、あの近くにあります。こちらもね、朝8時から夕方の6時まで検査を受けられます。それで朝10時までに検査を受けていただければ、その日の夕方の6時以降に陰性証明書がお渡しできるということです。
こちらも電話予約が必要で、その時に日本入国に使うんだよっていうことと、飛行機の時間何時だよってことをお知らせくださいっていうことなんですが、ちょっとね、こちらがね、日本人の通訳さんがいたりいなかったりするんでね、ちょっと場合によっては言葉が通じないっていうこともあります。はい、次が、京愛メディカル。こちらはサンセットロードの北の方、ほぼスミニャックエリアにある病院です。はい、こちらは検査費用が27万5千ルピアです。陰性証明書は翌日渡しになります。その日の3時半までに検査を受けていただければ、翌日の朝10時に陰性証明書がお渡しできるということです。ただね、ちょっともう急いでて当日に何とかしてほしいという方は、朝の11時までに受ければ、当日の夕方6時に陰性証明書を出すことはできるんですが、この場合はですね、費用が40万ルピアになるそうです。こちらもね、事前予約が必要です。電話で予約できますけど、英語もしくはインドネシア語の対応となります。はい、ということでね、以上が一応おすすめの、検査場所なんですけど、ちょっとウブドエリアの紹介をしてませんでした。っていうのはね、ウブドに在住している方、ほとんどが、先ほど一番最初に紹介しました、バリマンデラ病院の方に行くんですね。で、前日にバリマンデラ病院で検査を受けて、翌日の朝、そちらで陰性証明書をもらってそのまま空港に行く。そういうパターンの方が多いんです。ところがね、じゃあウブドエリアでは、検査できないのかっていうと、そういうわけじゃありません。ちょっと私が実際、自分でやったところ、それから私の知り合いがね、ここでできたよって話をちょっと紹介します。一つは、ウブドケアクリニック。こちらはね、トゥガスって場所にあります。こちらの検査費用が27万4千ルピア。で、検査時間が朝の8時から夜の9時まで。朝10時までに検査を受けてくれたら、当日の夜10時以降に検査証明書をお渡しできるということです。ただね、じゃあ10時以降に受けたらどうなるんだって言いますと、翌日の夜10時に証明書が発行となりますんでね、できる限り朝10時前、朝早い時間に受けた方がいいと思います。それとですね、こちらでもし検査をしてもらう場合は、日本政府公認の、陰性証明書フォーマットっていうのがあるんですね。こちらをプリントして持って行って、これに書いてくださいって言った方が確実です。この日本政府承認の陰性証明書フォーマット、こちらのリンクもこの画面下の概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。そしてウブド2カ所目は、ユニケアクリニックウブド。こちらはね、ウブドのプンゴセ館ってところにある、検査機関です。こちらの検査費用も27万5千ルピア。で、こちらはね、24時間やってます。で、陰性証明書は検査を受けてから24時間後。例えば、昼の12時に検査を受けたら、翌日の昼12時に証明書が出ますよっていう形になります。そしてね、こちらも事前に電話予約をしておいてくださいということです。それと、こちらもですね、陰性証明書、日本政府公認の陰性証明書のフォーマット、こちらを持ってって、ここに書いてくださいっていうふうにやってもらった方が、確実かと思います。はい、ということでね、今回はバリ島内で PCR 検査を受ける場所についてご紹介しました。最初に言った通り、いろんなところで PCR 検査って受けられるんですが、日本に帰国する場合は、やはり、ちゃんと政府指定のね、使用っていうのに即さなくてはいけないということです。それで今回は、在デンパサール、日本総領事館発行のおすすめの、検査所のリストと、あとはウブドエリアに関しては私とか私の友人が実際受けて大丈夫だったよってところを紹介させていただきました。で、すべてのところに共通する話なんですけど、まず一つ目は、事前に電話予約の確認をしてもらいたい。その際に日本に帰国するための PCR 検査書が、欲しいんだということと、飛行機が何時の飛行機になるんだよということをしっかり伝えてください。そして二つ目は、忘れずにパスポートを持ってってください。これ全ての病院そうですからね、必ずパスポート、それから念のために帰りの飛行機のチケットも持ってってください。それと日本政府公認の陰性証明書のフォーマットがネットに置いてあります。ですので、ね、こちらをプリントアウトして病院に持ってって、これに書いてくださいってやると非常に安心できると思います。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が役に立った、面白かったということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
またツイッター、フェイスブックで、最新情報もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。